ぬくもりが欲しけりゃ横たわればいいじゃないか。大地の片隅でもやがてきっと暖かくなるだろう。そんなに世話しなく生きてたら自分の居場所さえ見つからなくなる。午前2時のファミレスだけが一番ほっとできる僕たちの住みかなんだ。孤独でいることにいつからか慣れてしまった。何も寂しくないし悲しいことだと思えない。そばに誰かいれば何か変わるのか。どこかで求めてる愛なんて幻想さ。失われないから優しさを求めるんだ。邪魔する